エルロチニブは、ケフィチニブと同様、上皮成長因子受容体のチロシンキナーゼを、選択的に阻害する内服抗がん剤。分子標的治療薬の一つである。非小細胞肺がん患者に対し、延命効果を示した。IUPAC 命名法では、n 6 7ナビス4クワイナザラナミンと表記され、分子量は 393.436g、モル。 エルロチニブ製剤中には、エルロチニブ塩酸塩として存在し、分子量は 429.90g、モルである。エルロチニブ製剤は、切除不能または再発した非小細胞肺癌及び、膵臓癌に対する治療薬として用いられる。製造元は、米国 OSI ファーマシューティカルズ。販売元は、米国ジェネンテック社で、商品名は、パルセバ。 タルセバ状は3種類の容量の在径があり、エルロチニブとして1ム25、25mg 100、100mg、150mg を含有する。2004年11月19日、米国食品医薬品局は、非小細胞肺癌に対する治療薬として本薬剤を認可し、さらに2005年11月2日、膵臓癌の治療薬として、ゲムシタビンとの併用療法において承認した。 日本では、中外製薬が2006年4月14日、厚生労働省に販売製造承認申請を行い、2007年10月19日に承認された。上皮成長因子受容体は正常細胞及び、癌細胞表面に発現し、細胞の発達、増殖に関与する。エルロチニブは、ケフィチニブ同様イングフアの働きを阻害して、癌細胞の増殖を抑制する。 ゲフィチニブ同様、癌細胞がイーグフアイ電子変異を持つ場合、主要縮小効果が高いと報告されるが、臨床効果とイーグフアイ電子変異は相関しないという報告もある。エルロチニブ 150mg 内服後のバイオアベイラビリティは約60%で、最高血中濃度到達までの時間は4時間。血中タンパク結合率は93%。 分布容量は232リットルである。代謝は主に肝代謝により83%がパーセ中、8%が尿中に排泄される。半減期は36.2時間。血中濃度が定常状態に達するまでの期間は連日内服で7から8日用する。喫煙者はエルロチニブのクリアランスが24%早く、非喫煙者が エルロチニブ 150mg 内服して得られる。AUC を得るためには、喫煙者では 300mg の内服を要する。なお我が国で認可されているのは 150mg までで、ある。イーグフは遺伝子ヘミ陽性例に対する一時治療として、承認されており、標準治療の一つである。基地療非小細胞肺癌を対象に従い、スリー層無作為化比較臨床試験にて、エルロチニブは、 プラセボと比較して、生存期間中央値を2ヶ月間延長させ、延命効果が証明された。また、総効率は8.9%、無造悪生存期間は2.2ヶ月で、これらについてもプラセボ群を上回った。また、多変量解析では、前がん、引き炎者、イーグフは発言が、主要縮小と相関していた。作用基準の 同じゲフィチニブは延命効果を証明できなかったが、その違いとして、エルロチニブが最大大容量を投与されるのに対し、ゲフィチニブは MTD の3分の1量が投与されるという容量の違いによる可能性が指摘されている。水岩に対しては、ゲムシタビンとエルロチニブの併用療法が標準治療の一つとみなされているが、間質性肺疾患の発症率が高いことに注意が、 必要である。ありがとうございます。